どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト6のスーパーファミコンバナナの実況まで続きやっていきたいなと、思います。さあ、でもってですね、月鏡の塔でしたっけ、前回ですね、攻略することができまして、なんとバーバラさんゲットということでございます。来ました、バーバラさん。結構謎があるんですけどね。さてと、ラガの鏡見れたことだし、私はこれで、あ、どっけ、これ入隊するんじゃなかった、入隊じゃねえかと思ったけど、私これからどうしたらいいのかしら。てんてんてん、見たところあなたたち悪い人じゃなさそうよね。そうね、しばらくあなたたちについていくことにするわ。いいでしょ、ずいぶんと強引なやつだな。まあ俺も人のことは確かに。どうする、あさん、ちょっと待って、これさ、よくそう来なくちゃ、今日からあな、私もこれよく考えたらさ、これさ、全員さ、自分が何なのか分かってなくないですっけなかなかないよね。いや、パーティーに一人ぐらいじゃん。サバーバラが仲間に加わった。ありがとうございます。なかなかないよね。いや、パーティーにさ、まあ、例えばファイナルファンタジー、最近5やってるじゃん。だからガラフどころ、いたじゃん、最初はなんかわからんかったみたいな。みんなわけわからんって、なかなかない。これ、すげえな。ある意味6、ちょっと新しくない？手に入れた。OK。ラーの鏡を手に入れた。これ、どうするだろう。命の鏡。鏡の鍵、ラーの鏡使ってみよう。何も起こらなかった。何も起こらんのか、なんかなかなかないよね。みんな何なのかがわからないっていう、なかなか、あ、バーバラ何、え、覚えてないんだ、嘘じゃろ。あ、 HP2 で60もある、めちゃくちゃ優秀なんだが、めちゃめちゃ優秀だね。レベル2で6、いや、わからない、レベル3で61かもしれない刻んでいくリレミート MP な、やばい、最初に恐れたことが。これね、こっからどうすんだっけ。レイドック、レイドックみんな、レイドックか、レイドックか。で、あの大事にガーってやんじゃないの、あれ絶対悪いやつでしょ。あれ分からん、あれ魔物なんじゃなかったっけ、違ったっけ、違った、まあ寝よう、まず寝よう。もうこのダッシュ力慣れてきたでしょもう慣れてきた、もう慣れたわ。40ゴールド、いいよ。さあ、もうね、慣れました、私この脚力、ご自慢の脚力。敵がいる外でね、方がね、脚力がある方がいいにもかかわらず、なんと安全圏でと脚力が増すというな、謎の勇者ご一緒。これ勇者でいいのかな、勇者でしたっけ。さあ、でもって入れんだっか。お前たちは、お前たちのおかげでトム兵士長は殺されたのかな。鏡を持ってきたと、はい。何わけのわからんこと、待った、立ち去れー。あ、また俺のお箱なのに。こいつに使うのか、こいつに使うのか、鏡、はい。あれ、ど、なんだったっけ、ラーの鏡。使う。違う。あれ、なんだっけ、あ、違うか、もう一個の方か。もう一個か、上か、上のレイドックか。あ、忘れてた、上のレイドックだ。上のレイドックってどうやって行くんだっけ、あれ、あれ、どうやって行ったっけ、上のレイドックって、上のレイドックってどうやって行ったんだっけ。マーズの館、忘れちったばあちゃん、忘れちまったで、ばあちゃん。新たな、すごいね、また増えてると思うよね、ばあちゃんも。おー、またおかしなの増えとるやないかって。おや、よく来たね、おさん。おかえり、ミレイユ。見れた、ただいま、ばあちゃん。それにそちらはちっちゃいのは新しい仲間ね、爽快。バーバラって仲い、知ってんだ。え、どうして私、まだ何も言ってないのに、私の名前当てたよ。ほ、わしは夢占い師。そのくらい朝飯前じゃよ。それでこの度はお調子はどうだい。いいえ。思ったより辛い旅になってるようじゃの。しかし、まあ少しはいいところもあったんじゃろ。ラーの鏡を手入れたかい。それはさぞかし大変だっただろうね。泣いちゃうわ、こんなこと言われたら。道に迷ってる時に頑張ったねなんて言われたら。まったくだぜ、ばあさん。あんたも占い師ならラーの鏡のある場所ぐらいわからなかったのかよ。ひどいな。ひゃひゃひゃ、お前さんの口の悪さはまだ治っとらんようじゃな。まあ今日のところはここでゆっくりお休み。話はまた明日にしよう。いいね、泣いちゃうわ。人生に疲れて時にあんたは頑張ったよなんて、あんなばあちゃんに言われたら俺泣いてしまうわ。話そう、一緒の布団、一緒の布団。どうも、最近気になることがあるんだよね。
お城の夢をよく見るんじゃよ、レイドック城のな。しかもその、ん？城では若きたくましい王が国を治めているんじゃよ。この夢が一体何を意味するかずっと考えておるんじゃ。レイドックに行けってことは間違いないね。ばあちゃんありがとう。上だな、上。ただ上ってどっかだっけな。どうやって下降りてきたんだっけ。ルーラか。ダーマか、多分。ダーマだったん、ダーマだ、ダーマの井戸から上に上がっていくんだったっけ。ダーマだったんじゃねえかなって。来た。違う。ダーマの井戸。待って、あれか。ダーマだっけ。すげえ、ファミコンまでこんなまがまがしいんだな。な、のぞき込んだ。誰が考えたんだろうな、これ。井戸から移動するって、どこでもドアならぬ。上か、この隙だを、この感じよくない、めちゃくちゃ穴開い。さあ、誰かやっぱ毒なってんな。なってないか、毒なってない。いや、ビコーンってなんか、ん、あれ、あ、そっか、上に行ったらレイドック行けんのか。オッケーオッケー、ローラだよ。どうした急に。おどうした、思いつきで喋るのやめようや。思いつきで。ここはレイドコの城下町。騒ぎなんだ。確かお主は。レイドコの命を受けて鏡を探しに行った。よっしゃ。それはまかとか王もさぞ驚かれるだろう。さあ、早く王のもとへ。行こう。急ごう。邪魔じゃ。邪魔じゃ。来た。ソルディ兵士長もそらでの代わりを首を長くして待っておったぞ。この兵士長つながり何なんだろう。わか、忘れちった、ガチで忘れちった。あじいさんに馬元気だよって言いに行く。もういいか。いやいや、そういうのも大事よ、そういうのも。じいさん、ありがとう。お前たちか、あの馬車は本当に役に立つ気が来るのが待ち遠しいぞ。なんでしょう、ただ4人はそうだ、考えたら乗ってねえっていうの、馬車乗ってねえって横にいるんだよな。さあ来た。馬車乗ってねえだろあれ。あと仲間1人ぐらい増えんだっけ。1人だよね多分ね。北運や、うん、ハッサン、それに青さんではないか。おんたちでまさかラーの鏡よ。はい、それはまことか、でかしたぞ青さん。ハッサン、最速、忙しくなるぞ。さあレイドック王に、このレイドック王、この世界のあれって何だったんだっけな。にゃんとなく分かってんだけど、兵士長より確か広告を受けた。ついに君たちがラーの鏡を私の元に持ち帰ってくれたそうだな。青さん、ラーの鏡をレイドック差し出していいのか。これはまさかラーの鏡、心より礼を言うぞ。この鏡あれば魔王無道の正体を暴き、戦いの決着がつけられるはず。私のために作戦を立てようと思う。ついて青さん、君たちに参加してもらいたい。今夜は2階の兵士部屋で待機してほしい。さらなる活躍を、これ言うとして、決戦に備え、ゆっくりと休むよ、解散。バーバルの今力が、これいいのかな。そして夜が更けた。これいいのは忘れちった、なんだっけな。どっちかが悪いのは間違いないよね。下だか上だか、下だか上だか、どっちよ、どっちなんよこれ。随分と待たされてるな。もうすっかり夜だぜ。どっかこんなところでじっとしたら体がなまっち。なんだ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 。アザスマンがちょっと上に来てくれるか。なんだ、上で待っておるぞ。なんだ上って、なんなんだ上って。速え、足速え、もういねえ、もういねえ、足速い。なんなんだ、来た。で、レイド校一体どうなされたのです。頭押さえてんのかな。すげえ耳たぶが伸びたように聞こえ。苦しいのでか、それともお声が出なくなったというか、え、まさかドラクエ、おお。どうなるんじゃ、わからん、どうしたというのだ。王様どうか気を確かに。どうなるんですか。ちょっと来てくれたが、王様見ての通りなのだ。そのだら持ってきたのは本当にラーの鏡なのであろう。はい、とにかく王が鏡を覗くのだとに、このようなことに。一体霊毒の海に何が起こってしまったのか。私は、いや、化け物なのか、なんだ、違う、私はレイドック、うわ、なんだなんだ、これはどうしたことか。鏡があのように光って、な
何？レイドッコ。あ、こんな演出があるんだ。こんなんあったの DS 版。レイドッコ消えそうじゃね？誰？女の人になった。なんと、うわー、レイドッコが女性の姿にふらついてない。これはかとにかくベッドに、まさか男が、お、こんなんだったっけ。一体何が、こっちのセリフや、俺のセリフや、一体何が起こったのか。続く、やめて。レイドッコが女性の姿に。しかしこのことが秘密にされたまま、そして夜が明けた。めちゃくちゃ面白いじゃん。2年ぶりだから全然わかんないんだけど。いや、何気には覚えてるよ。8割は忘れてるかもしれない。あの、太いところは、いやいや、気がつかれましたなって。ご気分はいかがです。レイドッグ王、王女、何がどうなったのです。どうしてそのような女性のお姿に。これが私の本当の姿。私はレイドッグ王ではありません。シェーラと言います。シェーラ、シェーラ、はてどこかで聞いたような。今そのことへのレイヤー、今それが一番大事だろ。それ、うん、お、そうであったなって。ではお聞き申す。あなたが王でないなら、この国の王は一体。それとも、この国にはもともと王などいなかったと申されるのつもりか。そうでありません。本当のレイドッグ王は武道というもののところにいます。武道さんのところにいるって。いえ、武道自身がレイドッグ、その人だと私は思います。そんなバカな、大概そんなことをなぜあなたが知っているのです。どうしてか知りません。ただ私にはわかるのです。私を信じてくれますね、トム兵士長。トム、トムと言いましたね。しかし私にはソルディという歴史的な名前が。トム、だが妙に気になる名前だ。どうしてだろう。そこにいるのは青さんですね。はい。随分とても面白い取り方が立った。わからん、ちょっと理由が、ちょっとわからん。うわ、ちょっと鳥肌立ったんだけど俺。とにかく私と共に武道のところに行きましょう。そうすれば全てがはっきりとするはずです。私がなぜこの世界でレイドッグ王となっていたのかも分かることでしょう。ついてくるんだ。さあ行きましょう。これちょっと待った、ちょっとほんのり年、あの、なんつうの、鳥肌が立ったんだけど、あれこれ何だったっけ。いや、あれが分からない。下にどういう感じのあれだったのかが分からない。さっぱり分からんわい。しかし要するには何やら逆らえる頃の威厳を感じるのだ。きた、これで武道の王のことはとりあえずお前たちと武道の討伐に向かったことにしておこう。せっかくラーの鏡を手に入れたというのにこんなことになるとは。ことの真相の報告を首を長くして一緒に来てくれ。何のための兵士長なんこれ。そっか、でもあれなのか、あれなのか、ここを開けてしまうと、この城を開けてしまうと襲われた時に大変だから、あれなのか、一応兵士長は残らないから、時のために行かなきゃいけないんじゃないのか。乗り物が、ま、あれまさかの、あ、ママンで、あ、ごめん、あ、さあということで今回もですね、ドラゴンクエスト6実況プレイ続きやっていきたいなと。さあ、うまいことごまかせた。これ見たことない人もいるからね。やったことない、いるんですよ。例えば1000人見てくれるとするでしょ、それ1人ぐらいいらっしゃるんです、たまに。今のは忘れてください。そうです。そう、今のはこっからどこ行くんじゃろうか。あ、わかった、そっか、忘れた、そっか、ごめん、こっちか、こっち下か、こっちか、右、いや違うな、どっちだ。あ、南東って言ってたっけ。あ、南東って言ったな、全然違った方がいいじゃん。これ全然違いました、間違えました、ちょっと勘違いしてました、全然違った方向いてたわ。こっち、でもこっち行ってもいいもん。関所が、あれ下に関所なんだけど、あれ上じゃなかったっけ関所って。ダーマ行く時って上の関所だよね。まあ、いや、こっちか。まだ町であれだったね、町で情報収集するんだったね、多分ね。暴れ馬、ただの屍、なんか死んでる、なんで、なんだね、無言死に方を。
多分魔物にでも襲われたのでしょう。見ての通り私は旅の神父です。こんな私にできることと言ったら生きたくなおせよ。突然のセーブおじさん。お、突然の、はい、じゃあセーブしましょう。よーっしゃ行こう。やばい、ちょっとずらすんだった。あ、まあまあいいや、まあいいや。じゃあずらさないとさ、はい、行きます。もうちょっと赤いのとかダメなのかな。やっぱ子供もやるかだ、結構ないのか。ちょっと馬かなんか歩かせないで乗せてあげたらいいのに。あれ王女こっちか。上に行こうか左に行こうか。まああの橋は怖えんだろうな多分。やばい、ミレイユが死にかけてる。死にかけてはないけど、これいいのかな。こっちだよね多分ね、間違いないよね。さあ敵が若干強くなったような。これレベル上げしないとダメなんじゃないの。バーバラレベル3だぜ。ちょっとおかしくね。バーバラさんのレベルが3なけん。バーバラのレベルが3なけん。11 13いけんのかな、いけんのかな。戦うわけではないのか。で冒頭のさ、冒頭のなんかよくわからないなったじゃん。あれって未来のことじゃなくて、あれが本当の冒頭なんだよね。あれが終わった後にこのゲームが始まってんだもんね多分ね。であれの前の記憶を今戻し取り戻しているわけだよね多分ね。ここか、こんなとこにおんのか。ここえ、これ合ってんの、これ合ってんのか。ここ何のために来たんだろう。俺初めて来たよね。あれこれなんだろう。死んでる。足元も屍のようだも出ない。敵の強さ見よう。えげつなかったら帰ろう。あー新しいだね。なんかすんげーハゲてる鳥が、ファンキーな鳥が出てきて。待って待って、バーバラどうだろう、いけんのかな。薬草必要だったかな。6 27。バーバラやばい、バーバラやばくない、死ぬだろあれ。バーバラそう、バーバラの装備とどめてるの忘れてた。どうしよう、リベンジ戦って多分やるじゃん多分。自分で言うのもあれだけど、多分僕のことやから。なんだリベンジ戦がどうちゃらこうちゃらって言いそうじゃん、また言うでしょう。満タン作戦、満タン。ミレイの MP もなくなりそうじゃな。ほぼ満タンが欲しいわけよ俺。道具さんで、バーバラ、イバラに革ヘアバンド、悪くはないのか。待った、鉄の胸当ては装備できそうじゃない。渡す。46、ナイスです。素晴らしいでしょう。バーバラここの時にもさ見たいよね。謎のなんかそう、これぐらい装備したら上がりますよっていうのちょっと見たいよね。革のドレスが終わって、種いっぱい持ってんな。ウサ耳バンドはどう。あーめちゃくちゃ上がる。いやこっちも上がるけど、バーバラだな。まずはウサ耳バンド、ふざけてんじゃねえよ。って言われそうな。革の腰巻き、青さんもないもんね。夢見のしずく、金の指輪ってさ、渡す。いいねいいね、いい感じじゃない。いい感じにバーバラがちょっと強化されてきた。金の指輪装備、これでもう大丈夫よ。もうこれで、あウサ耳バンドの、あなるほどね。じゃあウサ耳バンドは、あなんだ、待ってごめん、ウサミマンドの方のが守備力上がんのか、そういうことか。ウサミバンド装備、金の指ヘアバンドか、これでいいのか。 OK ナイス、いいよいいよいいよ、よしよし。さあ結構上がったっぽくないか。バーバラ守備力64、いいね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 。青さんの方が弱え。貴族の服ってあれだろ、布だろ。おい鎧にして、これなんだっけ、どっか、なんか洞窟だったっけ。宝箱ないかな。ないんかい。すげえ、あの女王様
すげえんだけど。いきなりかかってきた。あの女王様す、やべえ、バーバロ本当に HP2 しか上がってない。まさかこのまま刻んでいくのかバーバラだよね。思い出した思い出した、俺思い出した、バーバラいすぐ死ぬんだよな。思い出したわ、そうそうそう、リリース版思い出した、バーバラすぐ死ぬんだよね確か。おもうすぐ死ぬんだけどって俺言ってたような気がするんだよな。しかもレベル3なのにギュンギュン上がってくんねえってどういうこと、伸びしろがあるってことでいいのかな。ギュンギュン全然バーバラレベルになった、 HP 上げていってにぃって言って刻んでいく、刻んでいく、バーバラの HP が刻まれてく、4とか5、2ずつ上がっていくんだな。さあどっちだ、また下か上かどっち、ようわからんね、このこれがちょっとよくわからんのだが、降りるのかなあそこ。わ、めちゃくちゃなんか、うわ宝箱あった、わかりづれえ、ここバーバラが全然魔法使わないんだけど、ガンガン行こうぜじゃなかった、バーバラ覚えてないのかな。そっか3だから覚えてるわけないのかな。強さで見てみようか、バーバラって全然覚えてなくね。なんや、武器もなんかもうちょっとあったのかな。まあレベル上げ会か、上げ会にしよう。ちょっとバーバラのレベルも上げないとね。ちょっと15 8 5 42、強えな、やっぱハッサン強いな、ハッサン強いな。ちょっと待って、強さ、マヌーサ、メラ、ルカにラリホ、ラリフ覚えてんのか。あの宝箱欲しかったな、多分あれだろうな、あれだろうな、あれ多分さっきのところからだろうな。失敗したかな、失敗したかな。なんか絶対落ち、お酒落ちれそうなとこもあったでしょ、なんだろうな、どっちだろうな。あの宝箱なんかいいも、いや待って、バーバラ死ぬ、やめて、バーバラ命を大事にとかのいいのかな。27、強いな。6 3、痛くないんだろうな、6ダメージとか痛くないだろうね、多分痛くないだろうね。84、作戦満タン。後ろの王女様はもうなんとかしてくんねえかな。たしくましくなられましたねなんて言われたんだけど、あってたてんのかい。鉄兜オッケー、道具装備でいけんじゃないか、装備で鉄兜装備。これ道具さ渡せばいいのか、渡す、なるほど。78装備的な、ハッサンがいいね。73まで10も上がるの。今まで何装備してんの俺、木の帽子か、俺木の帽子であれなのか、ラスボス倒しに行こうとしてたのか。なかなかだな俺。すごいね、一応ラスボスじゃ魔王と呼ばれてるわけじゃん、魔王と呼ばれてる。確かでもあれじゃなかったっけ、今思い出したんだけど、コメント思い出したんだけど、エイトも確か俺あれだったよね、ハッサン最後の方までずっと鉄の斧じゃなかったっけ。忘れてたのか金稼ぎしなかったのかちょっと覚えてないんだけど、確かそんなコメントあったな、まだ鉄道のなんですかみたいな、なんか言われたような。ハッサン13になった、いいよ、レベル上げ会にしよう。ミレイも上がった、なんかちょっと来たね、ラリホ、いやかぶってるかぶってる、下に降りれる、下に降りれる、小玉使い、さっきの前のダンジョンのとこだっけこれ、あれか、このあれか、月鏡のとこだったっけこいつら。そんなに強くない、ただバーバラが MB が全く減らない、これガンガン、いや違った、うん、ちょっと魔法、まあ、メラだって意味ないのかな、あんま強くないと思う。メラミベギギラ、イオかギラが覚えてくれると格段に良くなると思うんだけど、そのに早くさダーマ解放したいんだけど、こっち見ながら降りるんかい。あーなんかこんなのあったよな、ほら来た、
来た来た来た、下手なもん。いや、こんな感じなんだね、スーパーファミコン版って。でもまあまあ、リメイクから先にやっていくからな、なかなかちょっとあの初代をやると逆にこのパターンも面白いよね。20、15、13。なんだなんだ、なんか降り注いできたんだけど、あ、なんだろう今。やめて、やばいな、バーバラ死ぬな。バーバラレベルを上げないと一旦帰る可能性がありますね、これ一旦ね。武器もね、そうだよね、武器そうだ、これどっかでレベル上げして武器装備しないとダメなんじゃね、これちょっとこれ倒せる自信がないんだけど。うわ、あったな、これ、これ合ってんのかな。いや、覚えてんだ覚えてんだ覚えてんの。ただ DS 版って前も言ったんだけど、地図が上にあるからすげえ奥行きあるから丸見えなんよ。そう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 、もう最初が地図ありきで、あのこのダンジョン攻略しますみたいな感じなの、あの DS 版って。あれが一番ぬるくしてると思うんだけど、それがないけど、でもなんとなくこのここを覚えてる、多分こんな感じの地形だ、階段降りたのを覚えてるから、階段降りたのこんなんだったね。これが、うわー、これ、ごめん、なんか宝箱全然持ってないんだけど、宝箱全然、いや待った、バーバラ死ぬな、頼むよ、もっとレベル上げしてからだったな、多分これチャラいとちょっとやばくない、ちょっとやばいで、ね、ちょっとやばいぞ。あ、これあれだ、東国原さんだ、なんだかんだって DS マンの時に言ってたんでしょ、多分言ってたよね俺ね、ねえ、どげんか戦闘いかんみたいなこと言ってませんでしたって。なんか一瞬今なんか何かしらのフラッシュバックのようになんかパーンってなんか来たんですが、気のせいでしょうか僕の。これさ、そこなんかいないよね、やめて、いんのかな。 MP なくなってくるね、ミレイユがほぼ何もできなくなるんだけど、ミレイユ25か、これなんだっけな、もう行っちゃっていいのかな、そのまま。わあ、フェアリードラゴン、なんか綺麗なドラゴンと蝶が合体した、気持ち悪かこわっ、ブルブルブルってしてくんだけど、やめて、可愛くね、可愛いって言うかな、でもよくよく見るとちょっとやっぱ怖いよね。攻撃してこっち舐めてくんだけど、見て、あ、ミレイヤ6、終わりか、終わった。そこのところ入ってバーバラレベル5になった、バーバラレベル10ぐらいにならないと無理じゃろこれ、これ無理じゃね、こう回って、円円カードも若干多めなんだにゃ。20、そう、俺ドゲンカセントいかんとか言ってなんかこれいじってたような気がするんだけど、違うのかな、自分の動画見に行くか、自分のこれ、あ、なんか今あとなんかひょっこりひょうだん自慢みたいなのってなんだ、6でしたっけ、あれなんかあった、気のせいかな、今いろんなこと思い出しつつあるわ。キラーグース20、ちょっと目星いとこ行ったらやめよう、ちょっと時間的に10、いや勝てないんじゃねこれ。マヌース入ったら違うか、マヌース入ったら違うのかな、来た、あ、外から見るとこんな感じなんだ、あ、中から、いけんのかな、入れ、ちょっと待って、もうちょっと KY か、これ絶対逃げれないから見て、あ、逃げれた、これなんだろう、入れた、待ってください、相手は仮の姿で魔王、この先どんな罠が間違えてるかもしれません、もしものためにこの鏡をあなたたちに持っていってください、ラーの鏡を受け取った、さあ行きましょう、怖え怖え、ちょっと早く来ちゃった、バッ、いや、なんか、宝物があったような気がするな、まあいいや、ということで今回はこの辺で終わりたいなと思います、よろしくチャンネル登録、高評価などもお願いします、それでは皆さん、バイバイ。